じゃあ五代夏子と一緒ですね。どうなんですか。五代夏子さんちもやってるんですよね、下北沢の方で。あ、そうなんですか。普通の魚屋さんですか。え、普通の小売の。見えないってこともないですけど。そうですね。バイトしました。もう中学の時とか年末必ず。あ、年末忙しいですよね。もう強制的に。言えるんですか。太陽水は無理やすいよとか急に。僕ら年末商品しか売らないんで、タコとタイしか売らないんですよ。なんていうんですか、年末ってそんな頼りないものを食べましたっけ。タコまで。いや、一応おめでたいんですよね、あれもね。タコ、タコとか。あ、で、こう8がつくだけになのかな、かもね、うん、タコ食べたかな。タイはおめでたいでしょ。それで小魚のやつもおめでたいんですよね、うん、そのいろいろこうお店が乾物屋とか気分とか肉屋があって魚屋があるところのまとまってある昔のスーパーみたいなところのこう前の通りのこう道のところに出てきちゃって、冬だから寒いんだけど、なんかしばちかなんか置いちゃって、ほんでちょうど駅から出てくるとこ人がこういっぱい通るところで、そこで「太陽いかがですか?」っつって「いらっしゃいいらっしゃい」やってたんですか。最初1年目ぐらいはちょっと言えなくて、恥ずかしくて。恥ずかしくて2年目から2年目ぐらいがだんだんずうずうしくなってきて。太陽はいかがですかって。もう、へえ、今もなさってます。実家に帰る。あなたはしてませんよだけど実家は今でも なさってます。やってんじゃないですかね。へえ、いませんよね周りでね。魚屋から成り立ったロッカーっていうのは。そうですかね、多分。食べ物関係はあんまりならないような気がするんですけどね。逆にサラリーマンとか教師とか関係ねえぜっていう感じになってきて始めるような、うん、怒ってないですよね。いやいやいや、そういう顔なんですよね。怒ってた。
別の色を感じてる。たやすく分け合えないから俺たちまだ知り Easy out, go, go.